エンジン焼き付いたかもしれない。ってことでトラックで行きたいと思います。やっぱり死んでました。こんなこと起きると想定してないんで、結構無理やり詰め込んでます。さあもうセロともお別れですね。オーストラリア一周バイヒッチハイクで新章幕開けですねこれは。さあということで分岐点まで来ました。あっちからこう行ったら、あっちに行ったら北で、あっち行ったら町なんですよ。でずっとこうやって歩いてきた感じですね。で僕がバイク壊れたのがあっちですね。でからこう行かなきゃいけないです。こっち方面の車を捕まえればいいんですね。でもね、こっち方面には全然通らないですね。でも気合でちょっとやってみたいと思います。もうね、3時4時ぐらいですね今も。よしやるか、初めてのヒッチハイク。中華って、場所を変えました。さっきね分岐点があったんで、分岐点がないとこまで来ました。もうここから先に行く人はもうこの町に行かなきゃいけないだろうっていう人のとこに来てます。でここの道で見つかればもう必ずこの道通らなきゃいけないんで、この道でちょっとゲットしたいと思います。ノース、頼むノース。みんな見てはくれるんよ、見てはくれるけど、首振ったりなんか混乱されたり、くそー、そう簡単にはいかねえか。でもまあぶっちゃけまだ30分ぐらいしか経ってないんで、1分に1台平均してくらいしか通らないんで、1時間で60台、気合しかないですね。っていうかさ、次の町まで134キロだよ。町っていうか多分ガソリンスタンドやろ多分。いや、よくわからん。ちょ、マジで気合だけでちょっとやってみたいと思います。ごめん、1分に1台って言ったけどマジ嘘やわ、全然車通らねえ。そこがもうほんと結構大きな町で、この先またね600キロぐらい大きい町じゃないんですよ。ちっちゃい多分ガソリンスタンドはあるんですけど、100キロごとにね、150キロとかぐらいにあるんですけど、大きい町はね、結構大きい町はもうここが最後で、次の大きい町はポートヘッドランドっていう600キロ先になるんで、こっちに来る人はマジでいないんですよ本当。だからそれ旅人しかいなくて本当に。で今日火曜日だしマジで来ないっす。しかも4時ぐらいやしさ、来ないですね。ちょっとあの車に来てみようか。行け、ノースやで、ノース、マジ頼む、ノース頼む、ノース、ノース、マジ頼む、お願いします、ノース。みんなね、みんな笑ってるんよね、マジで。運転席からみんな笑うんよ、本当に。ああね、笑ってくれるってことはまだ可能、希望があるってことですか。あ、もうね、まだちょっと頑張りたい。もうでもちょっと夕暮れっぽくなってきた。やばい、今日は一台も捕まらないのか。いやちょっと待って、僕ね、まあ、分かんないんですよまだヒッチハイクやり方が。笑顔が足りないのかな、ケツフリフリとかした方がいいんかな。逆にキモいと思われるよね、なんだいつって。ちょっといろいろ試してみよう。でもね、今ね、なんかこんなーすとか言ったり、なんかこんなことしてたら結構笑ってくれるんで、多分その方向でちょっととりあえず行きたいと思います。スマホの充電切れてるんで分かんないんですけど、時間がどれくらい経ったか。そうね、体感やけど、まあ15分間走ってないわ、1台もここ。やべえ、明日だってもう、まあもう5時やけんな、5時にさこんなとこ次の長距離行く人いないかな。明日の朝にかけてみっか。まあ分かんねえことだらけだ、全然分かんねえ。でもめっちゃ楽しいかも、こう分かんないことがこう分かっていくのがちょっと楽しいかもしれない。全然まだ分かんないけどね。マジかよ、1台も通んねえよ、本当に通んねえ。まあね、確かにね、通んねえよな、もう夕方なのにこんな道。来るか、来るか、来ない。こっちにほら、こうはいっぱいいるでしょ、こうは。こういっぱいいるんですよ、もう町やからそこ。こうはね、来ねえな。一台もこうね、マジで。くっさー。いけるんか、これ、ヒッチハイクで。ブリスベンまで帰れるんか。ビザがね、今日は2月21日
ってビザが4月26なんで2ヶ月間で帰れればいいんですけど、マジかよ、おいちょ待てよ、おいちょ待てよ、頼む、こっち来て、そこにね、ぺって横に、はい、お、来たんじゃね、来た来た来た、ノースマジでお願い、マジでお願い、止まんねえよマジで。まあこんな感じでやってます。15分に1本やな。止まった、え、止まったもしかして。なんだ、止まっ、さっきの車 U ターンしたんで、えっと待ってな、そこの道の住人でした。なんだよ、マジ期待させんなよ、ほんとにもう。マジかよ、おう、曲がった曲がった、やったと思ったら、普通にそこが家でした。くっそマジで止まんね、止まんねじゃねえ、車がいねえ。ちなみにノースって書いてます僕。もう一本道しかないね、ほんとここオーストラリア、ほんとなんかもう余計な道なくて、ほんとにもうこの一本だけなんで、もう北に行く道、ノースで十分でしょう。でここにこうしてるってことはこっちに行くってことやから、頼むマジで。ジャパンって書いてた方がいいのかな、ジャパニーズってどうなん、よくわかんないんですけど、日本でさ、例えばオーストラリア人ですって書いちゃったら止まってくれるかな。いや、よくわかんねえな。よくわかんねえ、もうよくわかんねえ、何か何が何だか、あ、ジャパニーズって書いてみようか、ちょっと I am Japanese って、ノース、ここあるんで、あ、バカ失敗してるやん、ノース、ジャパニーズって書いてみようか。よっしゃ、ちょっと書いて、ちょっとよくは、M のはちょっと折り目のところでさ、よくわかんなくなったけど、まあ、from Japan、ジャパンさえ見えればいいっしょ。ジャパン、ノース、よくわかんないけど、まあ、from Japan って書いてるかわかんない。ちょっと、ジャパニーズの、ジャパンっていう国の力にちょっと頼りたいと思います。来た、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 来たよ、来たよ、来た、来たよ、マジで。来た、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 頼む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 、ダメだこれ、見向きもしねえ。全然見てねえ、ダメだ。まあまあまあ、まだ1回目なんでね、まだ分かんないです。ちょっと挑戦しよう、ちょっと楽しくなってきたこれね。ということでちょっと移動してます。誰もマジ通んないで、ほんとに。で僕ね、袋に入れてたんですけど、水を、袋が破けちゃったんで今手で持ってるんですけど、ちょうどね、これ本番、リミテッドウォーター、632キロ水ないよっていう看板ですね。こんな感じですね。これやばいって、やばいでしょ。今ここにね、1.5 リットルが2本とリュックに1本、合計4.5リットルの水を持ってるんですけど、もう 1.5 リットル飲んじゃったんで、あと3リットルしかないです。やばい、水がなさすぎる、くっそ、どうしよう。ピンポンパンポーン。です、ということで今日はね、このガソリンスタンドの横に公園みたいなのがあるんで、ここで寝ようかなと思ってたんですけれども、見えますか、ヘビちゃんがいます。ヘビちゃんがいますね。大丈夫ですか、これ毒ヘビとかじゃないんですかね。えい、ほら、おいおいおい、大丈夫マジ。うわぁ、こんなとこで安心して寝れないっすよマジで、勘弁して。まあそんな感じですね、結構楽しんでますでも。ヘビに噛まれつつやばいな、でも毒ヘビやったらやばいな。そこら辺ちょっと、そこら辺も気をつけてちょっと、過ごしたいと思います。